のどかしさんです。今日もインフルエンサーの方来ていただいてるんですけど、まあ、今までいろんな方出ていただいたんですけど、今回最もユニークな成り立ちでフォロワー1万人超えた方に来ていただいてます。以前海外のライフハックでナオさんという方に YouTube 出ていただいたんですけど、その方の、旦那様が俺もインスタやってみたいなっておっしゃった時に、ナオさんがほなこの本読んどけって言って渡したら、なんと30投稿でフォロワー3万人になった方来ていただいてるので、今日は太郎先生にお話聞いていきたいと思います。太郎先生、よろしくお願いします。お願いします。そしたら簡単にどんなものを投稿されてるか教えていただいていいですか？基本的にはその中高生に向けたショート動画、授業動画ですかみたいなのを投稿させてもらってます。最初にちょっと冒頭でお話しさせていただいたんですけど、本当に経緯としてはそういう感じの経緯やったんですよね。そうですね。それで間違いないと思います。なか本当なに自分か、がちょっとやりたいねぐらい。ちなみにこのインスタやりたいなって思ったきっかけって何やったんですか？結局妻がすごく楽しそうに毎日やってるのが一番大きかったですかね。家の中で奥様がインスタされてるのを見てて、ちょっと俺もやってみようかなっていう感じですか？そうですね。基本寝てる時以外は常にインスタをやってるような感じなので、そんなに楽しいものなのかと思いました。なるほど。夫婦の会話の中で俺もやってみようかなっていうので、本をこれちょっと読んでみてってなって、からのその勉強期間と準備期間とでいうと、どれぐらい投稿開始までって期間があったんですか？1ヶ月以上は準備と勉強に費やした感じです。本当に何も知らなかったので、一から全部本を読み漁ってメモをしてとかっていう感じから始めました。なるほど。今現在が43投稿でフォロワー3.5万人ですね。そうですね。リールも多いものやと100万再生超えて、200万が1個ある感じですか？200万もあるんですか？200万ありますね。最初の方の投稿がずっと再生されてるっていう感じで。なるほど。じゃあ100万以上のやつも結構数としては複数含まそうれでてす。るっていう感じですもんね。3本ぐらい100万以上があって、うち2つが200万ぐらい。このアカウントって DM とかも来るんですか？ DM ものすごい量来ますね。中高生から来るんですか？そうですね。中高生と、あとはその保護者の方からもいただくことが最近は多いかなって感じです。どれぐらい来るんですか DM って？時期的な問題も多分あったと思うんですが、2月とかは多い時は本当に100件とか来てたと思います。1日？1日に100件とかはあったと思います。どんな内容が来るんですか？そのリールに対してのなんか質問とかですか？いや、もうシンプルに受験の相談とか、そういう何か、まあ不安に思ってるタイミングだと思うので、そういう不安を相談されることが多いですかね。なるほど。ちょっと撮影前にもお話ししたんですけど、本当にゼロの状態から今2、3ヶ月でここまでこう来られてるっていうことで、そのインスタっていうもの自体もそんなに詳しいわけではないんですもんね。そうですね。全然全く詳しくないと思います。だからその今自分がどういう状態なのかもあんまり分かってないっていう感じなんですけど、本来はしっかり勉強して、毎日投稿をやって3ヶ月間でフォロワー1万人になったらもうすごいっていう世界観なんですよ。なんで投稿数で言うと90から100ぐらいでフォロワー1万人になったらすごいねって言われる世界観なんで、とてつもないです、今この状態は。いやいや、ありがたいです、本当に。もうなかなかおらんレベルです、ほんまに。今この起こってる状態は。で、さらに言うと、インスタってそのフォロワーだけ増えても、結局そのフォロワーとコミュニケーションを取れたり、こう DM をしてもらったりしないとなかなかその先に進めないんで、今その1日100件 DM 来てるとか、ほんまに今動画の前、スマホの前で奥さんたち全員ひっくり返ってると思います。そんいや、なすごいそうコなんミュニです。ケーション取れるアカウントが数ヶ月でって多分なってると思います。でもそれもあれです、本に書いてあったように、ストーリーに DM のやり取りを載せるようにしてからですね。書きましたけど、このスピード感でそうなるかっていうのはちょっと正直だいぶ驚きなんですけど、今日は1650円で買えるので、この本を使ってどうやってこんなに凄まじいアカウントを作っていったのかっていうのをちょっと中心にお話聞いていきたいなと思うんですけど。まず最初に本を渡されて、その時点はもうインスタにちょっと興味があって予備知識ゼロでアカウント運用もしたことないっていう状態で合ってます？いや、合ってます、合ってます。そスっトかーリーなのか、ストーリーズなのかもわからない。どっちみたいな。今写真の静止画の投稿よりもショート動画の投稿の方が流行って
ってるとかはなんとなく肌感ありました。いやそうですね、それは聞いていたので。その普段って、まあ、見られるんですか、インスタとか TikTok。 見ます。それはだから見てる側としては全然活用してました。それなんです。どんなもの見られてたんですか。趣味のものとかですね。調査のためとか関係なく普通に自分が好きなものを見てるような感じですかね。もう見てただけで。それぐらいの状態から本を読んで、まず読んでみて一回読み終わってからどんな感じですか、感想としては。いやめっちゃ難しいなと思いました。本自体に書いてあることが、うん、この初期設計一番最初から最後まで書いてあるじゃないですか、うん、なんか初期設計だけで終わるとか、うん、そういうのじゃなくてこのまま継続するために何をしていけばいいかまで書いてあるので、うん、一回読んだだけじゃ絶対に頭に入らないって自分の中で思っていて、そこからお考え方を本を読むではなくて勉強しように変わりましたかね。あーなるほど。奥様がね、うん、楽しんでされてるのとかを見るとちょっとやっぱり SNS 運用するのってこう仕事なのか遊びとかこう趣味なのかのこう境目が結構難しいところだと思うんですけど、いざ全体像を見るとこんな大変なんかいっていうのが一回読んでみた感想っていうところですね。いやめちゃめちゃ考えられているんだなっていうのを皆さん、うんうん、こう用意してる人たちはっていうのを痛感しました。一回読んで、あこんな大変なんかってなってからって動き的にはどういう動きになるんですか。ちょっと今回めちゃめちゃ僕期待してるのが、そもそも太郎先生って先生じゃないですか。言ったらもう自分も勉強するのがおそらく得意やったでしょうし、勉強を教えるのがめちゃめちゃ得意というか、うん、プロの方じゃないですか。太郎先生がどういう動きをしたかっていうのがこう今日動画で語られたら、これを勉強としてこう捉えられてない苦手な人たちの勉強としての捉え方が一気になんかクリアになるんちゃうかなと思って期待してて。ありがたいですね。まず本読んで、あこれはちゃんと勉強せなあかんやつやなってなってから次は何ですか、ステップ的には。そもそも単語がわからないので書いてあることについての、うん、例えばリールって言われてパッて動画がイメージできない状態だったので、はい、どういうものを全部書き出しましたね最初は。まず単語を認識するっていう作業ですか。そうですね、自分の中にちゃんと落とし込めるように、なんか本読んでいちいちあこれってなんだっけって思うのすごく嫌だったので、うん、全部書き出してこれはわからないみたいなのはメモとして残しました。全部リールは短い動画のことで縦型で。そうですね、まあそこリールぐらいは大丈夫だったんですけど、うん、もうちょっといろいろな専門用語みたいなのあるじゃないですか、うん、そういうのは全部書き出した感じですね。それはパソコンにですか、それともノートに。あそうですね、僕あの iPad を使ってるので iPad の中のノートに全部手書きで書き出しつつ感じです、うんうんうん、でまず単語をこう書き出して、うん、で単語が、まあ、パッともイメージできるようにしておいて、でその次は何になります。もう本の一番最初からやれって言われたことを全部ひたすらやっていく感じにしました。そっか、もうそっから実践に入っていくんですね。そうですね、もう一個一個丁寧にこれはやったかどうかっていうのを付箋とか貼りながらやっていく感じでしたね。まあ全体にこうこれで やりたいなみたいなだけ付箋を貼っといて、やったら外すみたいな定番のやり方をしたと思います、うん、ああなるほど。最初のステップ的にはもう初期設計のところですよね。そうですね。ここはなんか苦労した点とかこだわった点とかってありました、流れをこう作っていくのに。多分一番苦労したのはもうかなり塾講師としては期間が長いんですね、うん、20年ぐらい塾関係の仕事を一つの仕事をずっとやりていたので、割と自分のできることってみんなもできるんじゃないかみたいに思ってたんですね、うん、それがなんて言うんでしょう、自分の強みとして認識できなかったので、それは結構他の人に聞いたりとかはしましたがね、僕の強み自体を誰に言ってもらうのか、結構そこの自己分析みたいなのはしんどかったです。これはそのご家族でされる方がいらっしゃったり友達とされる方いらっしゃるんですけど、太郎先生は誰とこの壁打ちというかやって自分の強みこれなんやっていうのを見つけていった形でした、うん、やっぱり一番多くそれをやったのは妻が多いですかね。自己分析は書き出していった感じですか、はい、書き出しました。あのシートの内容をそのままあの回答していった。あ、そうですそうです。形ですかね。そうです、それがめちゃめちゃ役に立ってくれました。ありがとうございます。で、はい、それを奥様とこう話して、これが強みなのか、塾講師としてこのキャリアとか知識っていうのが強みなのかってなって、うん、でそっからはもうプロフィールとかを作っていく感じでした。そうですね、それとあとはマネタイズの仕方だったりとかっていうのを考えながら
プロフィールを作っていくっていう感じですね。そこはそんなに苦労なかったですか？プロフィール自体は他の方のアカウントを結構見させてもらったりとか、あとは違う SNS も結構見ましたかね。 X とか YouTube とかまでですか？そうですね、 X、YouTube、あと TikTok とかは、うん、中高生なんで、中高生の感覚として一番よく見てるのは TikTok かなと思ったので、うん、結構そこから拾いながらっていう感じでした。いろいろ他のやつも見ながらプロフィールを作成して、で次がいよいよそのリール作成ですよね。リールが結構なんかユニークなフォーマット使われてますよね。あ、そうですか。これはどうやってここにたどり着いたんですか？いや、これも TikTok のバズっている動画を見て、うん、いくつかいろいろな見た中で自分ができそうなものと、あと自分が続けられそうなものですかね、を選んだ感じです。この手書きでこう書いていくようなやつで勉強を教えるようなもので TikTok でバズってた動画のフォーマットがあって、それがまあ複数いろんなパターン、はい、先生がこう喋ってるやつとかいろんなパターンがある中で、うん、自分ができて続けられそうなものをまずは選んで動画のフォーマットが決まって、投稿内容はどうやって決めていくんですか？投稿内容は割と経験があるので、何がこの時期生徒たちは欲しがっている、聞きたがっているっていうのは頭の中にもう今までの経験的にあるので、まあ、それを出していく感じにですね。じゃあネタは他のアカウントでバズってたものっていうよりかは、もう自分が今までやってきた肌感でこの時期はこれやろうなっていうのを出していったっていう感じですか？そうです、そこに関しては。それがもう一発目からだいぶ当たったっていう。最初の1週間ぐらいは全然回らなかったですね。どれぐらいやったんですか？いや、もう本当に10回とか再生数が。そんなもんやったんですか？いや、もう7投稿目ぐらいまでは、うん、フォロワーも2人とか10人とかまでぐらいしかいかなかったです、うん、7投稿ってその時点で何日経ってることになるんですか？7日間毎日上げてたので。7日間。はい。8日目ぐらいから一気に動き出すんですか？そうですね、1個が動き出したなって思ったら他のものもだんだん、まあ、一気にガーって動いてた感じですかね。これがこれですかね、その9割の中学生が知らない理科裏技の200万再生のやつが出た時に一気に動き出したっていう感じですか？そうですね、そのぐらいからだと思います。これは他のやつと内容的に何が異なってるんですか、この理科の裏技っていうものは？これ自体はそんなに変わってないと思うんですけど、うん、その4つぐらい前にある公式のやつがあると思うんですけど、うんうんうん、この図一つ公式みたいな、これが結構人によっては良くないものっていう認識なんですよ、うんうん、こんな公式を覚えさせるなみたいなのを東進ハイスクールの先生がものすごい否定してらっしゃるんですね、こういう図に関して、うん、そういうのをやっぱり中学生がコメント欄にこういろいろ書いてくれて、でそれですごいなんか回った感じがします。その業界ではちょっと賛否のあるような内容なんです。あ、そうですね、あんまりこういう風に教えたくないっていう先生も非常に多いと思います、うん。なるほど。この150万と200万のやつ見たら、割とその勉強キッズたちが好きそうな裏技とか、これ1個だけ覚えとけばみたいな、こう短期的な快楽があるようなタイトルのものですね、うん、そうですね、なんかやっぱり公式とか語呂合わせとかめちゃ伸びるイメージですね、うん、8投稿目ぐらいからもう一気にフォロワーも増えて今に至るっていう感じ。そうです、はい、もうどうなってるんだっていうぐらい増えてましたどうなってるんだとも思わなかったです。こういう感じ、これが普通なんだぐらいの初めてなので、はい、こうやって伸びていくんだなぐらいな感じで見てましたね。これ、はい、おそらくですけど奈緒さん抜くじゃないですか。いや、そうですね、でもちょっと今変な話止まっちゃってるなって感じです。ああ、そうなんですか。そうですね、ちょうど学年の入れ替わりっていうのがありますので、うん、それでちょっと止まっちゃってるなって感じはします。奈緒、まあ、さんが結構長くされてて344投稿で 4.9 万人なんで、まあ、確実にそのペースで言うと相当早いタイミングでも追い抜くと思うんですけどす、ね、これ回り出した時家庭内ってどういう感じだったんですか？僕の方が多分比較的、まあ、その凄さが分かってなかったので、うん、割と冷静で、妻の方が喜んでる感じですかね。結構びっくりしてませんでした？結構びっくりしてました。信じられないって何度も言われて、運用してたら本当に信じられない、びっくりするようなスピード感なんでしょこれは。だからもうそら家庭内パニックになると思いますなんで結構ちょっと伸びてはいるけどどうしたらいいんだろうみたいな時はありましたかね。最初の方増えたもののこっからどうしたらいいのかっていうことですか？そうですね、なんかその多分、うん、知識として似合ってかない感じはあったので、よく言われたのがとにかく今増えてるタイミングだからストーリーの枠
もうストーリーを絶対24時間以内に更新しろとか、うん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 、今伸びてるんだから絶対に投稿をやめるなとか。で僕多分その時期にで体調悪かった時もあったんですけど、うん、子育てとか家事の手伝いとかやらなくていいからとにかくストーリーだけを更新してって言われました、ね、ここまでずっと毎日投稿ですか？あ、いえいえ、増え方が変わってくるタイミングから毎日投稿ちょっとやめてる感じですね。リールは作るのにどれぐらい時間かかるんですか？このリールだとどこからっていう感じですかね。ネタ出しから。ネタ出しからだと、まあ、短くて2時間長くて3時間って感じですかね。3時間はかかんないって感じです。撮影編集に時間がかかるようなものではないですもんね。内容が決まってしまう。そうです、一瞬でできますね。もうパソコンのところに紙を置いて書いていってカットしていってっていう感じですもんね。あ、そうですね。でパソコンも使ってないです、一回も。キーボードが上に見切れてるだけで使われてないんですよね。あ、そうです、パソコンは一回も使ってないですね。もう作るときは iPhone だけで全部完結するようにしてます。これはなんか三脚とか買って上から。そうです、それだけ一応なんか寝るときに iPad を見れるように買ったやつがあったので、うんうん、それをそのまま利用しただけです。いや、凄まじいですけどね。これさっき最初にお話ししてたマネタイズのところも多分本のところにどういうマネタイズするのか、どういう目的で運用するのかとかも出てたと思うんですけど、まあ、DM とかが来て本業の塾の方に集客するようなアカウントなんですか？いや、むしろその自分が一人でもし起業をしたいってなった時にやれるようにっていうのを最初はちょっと考えてました。なるほどなるほど。でももうだいぶ順調にアカウントとしては準備が進んでますよね。そうですね、それはもうあとは DM も結構そういう DM も多くなってきたので、実際に教えてほしいとか、うん、そういう DM もすごい増えてきたのでやれなくはないと思うんですけど。最近のもう Google の検索履歴は退職届書き方、退職届出し方、退職届タイミングもう全然そんな感じだと思ってもいいと思います。すごいな。今後はその自分でもしやるってなったらオンラインで何かされていくんですか？そうですね、自分の自社商品みたいな感じで考えるんであれば、うん、そ一番いいのかなっていうふうに考えてますね。動画の授業みたいなのがあって、実際リアルタイムで授業するやつがあってみたいなものになるんですか？うん、それが多分一番ベストなのかなとは思ってるんですけど、うん、どうしてもやっぱりそうすると自分の時間は今と変わらないぐらい削られてしまうので、そこを正直どうしようかなとは悩んでます。そうですね、まあ確かに。でも自社商品だのスタートまでが一番大変なんで、カリキュラムというか動画講義を作り切ってしまえば、授業の回数はオンラインでできる分何個もこう授業に出なあかんっていうのは回数は減るんで、動き出せば今働いてるのよりは楽になると思いますけど ね。最初のその動画作りまくるのがむちゃむちゃ大変です。いや、そうですね、一人で全部作ったさすがに。実際にこう自分でも同じようなことをやってたことがあるんですね。会社でオンライン用の動画を作るためにみたいなのをやったことがあったんですけど、その時は20人とか30人がかりでみたいな感じだったので、それをちょっと一人でやるのかっていう感じではあります。ハロー先生、専門科目があるんですか？それとも全部まんべんなく見てるんですか？全部多分いけると思います。高2ぐらいまでは全部やれると。全部の動画講座ってむちゃくちゃ無限ですもんね。全科目やるってなったら、無限ですね。インスタだけとかそんなんじゃないんですもんね。そうだな、難しいですよね。まあ、でもすごいですよね。それでもうこのままうまく進めば独立してっていうのも、もう視野に入ってきて、この期間がだって3ヶ月ぐらいですもんね、初めてから。そうですね、そのくらいだと思います、初めてから。まだピンとは来てないですか？まあ奥さんだけで、いや僕までこんなにびっくりしてて、あ、なんかすごいことになったんやなってなりました。そうです、それはなってます、なってます。ありがたいなと思ってます。逆になんかつまずきました、ここまで 3.5 万人に来るまで。本来であればそもそもその自分で最初に考えた初期設計が一発で当たることの方が少ないんで、当たらなくてリールが再生されなくて、もう一回自己分析から戻って違うものにして作り直して、でそれをまあ複数回やってるうちに当たるっていうのがまあ普通なんで、今回みたいにストレートでいくことがあんまりないんですよ。しかも短期間で伸びるっていうのが。この間でなんかつまずいた点ってありました？なんかやっぱりでもその最初に自分で初期設計を考えるときに、なんか自分のやりたいこととはやっぱりずれたんですよね。自分が作りたい動画ではないん
ですよね、今作ってる動画自体が。あ、そうなんですね。それはやっぱりずれました、めちゃめちゃ、うん、でもうこっちの方がいいだろうなっていうところのすり合わせがめちゃめちゃ、なんていうんです、気持ち悪かったです、自分の中では。ちなみにその自分が作りたかった動画ってどんなものなんですか？もうちょっと長い動画を想定してました。長さですか？ちゃんと教えきれる動画を想像してたので。なるほどなるほど、わかります、はい、なんかやっぱり全部教えてくれたんですよね、しっかり細かく丁寧に教えてあげたいっていう気持ちの方が強くて、でもそんなん絶対やれないよねみたいな、その謎の葛藤がありました。それはそれはめちゃめちゃわかりますね。僕もあのインスタのやつ教えるやつって、そのリールで出してる人もいるんですけど、もうほぼ意味のない中身のないようなものにこうなってしまうんで、あの短い時間やと。それがなんていうか、最初はめちゃめちゃ悔しいというか、自分の やりたいことじゃないのになっていうのがすごい最初しんどいっていう感じではありました。うん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 。 YouTube はやらないんですか？それこそ長尺の。いろいろな SNS で見てて、 YouTube はやっぱり相手というか競合がすごいです。ここまでやられちゃうと難しいなっていう印象を受けますね。いい動画がたくさんあるので。確かに多いですもんね。インスタからでどれぐらい YouTube に流して需要が取れるのかな。でもこれあれですか、インスタにしか出してないんですか？ TikTok とか YouTube ショートには出してないんですか？インスタと TikTok には流してる感じです。 YouTube ショートは行ってないんですね。行ってないですね。 TikTok はでも7000人ぐらいで止まっちゃってる感じです。 YouTube ショートは行かないんですか？そうですね、やれとは言われてるんですけど、うん、他のものと自分が見比べて、いやって思いながら出してない感じです。あー、なるほどな。妻にも毎日のように言われます。言われますよね。出しなさいって言われます。まあ、せっかくあるんで、うん、出すだけ出してみてもいいと思いますけどね。インさんに言われたらやるしかないですね。まあ、もったいないですね。もしかしたら一発バーンって当たるかもしれないですし、どこでもう宝くじ買うかみたいな感じなんで、せっかくあるんやったらもう YouTube にも出した方がいいんじゃないかなと思います。うん。そしたらちょっと最後に、まあ、太郎先生には今自分がやったことがとてつもないことであるっていうのは、今辞任いただいたとして、多くの人が本を読もうがオンラインサロンに入ろうが、ここまでのその異次元のペースでは伸ばせないんですけど、このインスタに取り組むっていうので、どこを気をつけたら成果が出るかとかっていうのを、まあ、本の内容の部分でもいいですし、自分の心境の変化でもいいですし、今こう動画見ていただいてて、インスタ頑張ってる人たちにこういう風にやったらできるんじゃないかっていうのを、ちょっと先生目線でご指導いただきたいなと思うんですけど。ご指導するような立場にないと思いますが、なんかでも本当にすごい意識したのは、解説の方にあるように相手ファーストって言葉あったじゃないですか。あ、はい、ありました。あれを本当に僕は本に対しても思うようにしてました。本に対しても思う、せっかくアドバイス思うようにしてました。そのせっかくアドバイスをくれてるのにそれをやらないのは失礼だろって思いながら、うん、自分のやりたいこととのすり合わせをやるようにはしてたかなって思います。ああ、確かにさっきありましたもんね、その自分のやりたい動画とちょっとずれてももう本の方を優先してやるとか。そうですね、まあ、特に僕は始めて間もなかったので、その始めて間もないやつが何を考えても無駄だろうって思い、自分に言い聞かせながら言われたことはやろうよって思いながらやってましたね。あ、なるほど。実際にその中高生に勉強を教えるのも、その伸びる子ってその素直に吸収して言われたことを素直に実行する子やったりするんですか？そうなんですよね、それは本当にそうです。我が強い子だと、まあ、もちろんそれでもすごい伸びる子もたくさんいるんですけど、うん、やっぱりすごい伸びる子ってそこは素直な子が多いですね。あともう一個、おそらく本をこう読み出した時に多くの人がつまずいてるのかなと思うんですけど、一旦その太郎先生に関しては一番最初にやった作業ってその気持ちの切り替えだったじゃないですか。ちょっと軽く考えてたインスタを、うん、あ、これはもう勉強を本気でせなあかんねんなっていう気持ちの切り替えをされたから、全部この後がうまくいったんかなと思うんですけど、気持ちの切り替えって多分子供たちでもできてない子っていると思うんですよ。なんとなく親に言われたから来てる子とか、本当に本気で勉強しようっていう子供とかいると思うんですけど、これってなんか気持ちを切り替えるコツとか、そのいわゆるやる気スイッチ
的なものを入れるコツみたいなのってあるんですか？子供たちにですか？子供もまあ今見てる大人、まあ、まあ子供でも割とそのやる気スイッチっていうのは存在しないだろう派なので、やっていくしかないと思うんですよね、正直。そこに関しては、うん、どれだけ真剣にそこに向き合えるかは大事だなと思ってたので、なんかもちろんやる前は割と、まあ、SNS なんてぐらいの感じ、うん、タイプだったとは思うんですけど、うん、そういう考え方は捨てるようにしました。ここまで考えられて伸びない人たちがやればっていう風に考えるようにはしてましたね。これなんでそうできました？多分多くの家庭内で、まあ、行われてるであろう会話やとは思うんですよ。奥さんがインスタやってて、うん、収入が上がってれば上がってるほど旦那さんから「ちょ俺もやってみようかな」みたいな、「お前いつも携帯触ってるもんな」みたいなで、多分多くの家庭内で1回は行われた中で、まず本を渡される、うわめんどくさ読むのやめようパターン、本を読む、うわこれは大変やな、ちょっとパチンコ行こうかのパターンとかある中で。本を読んで、あこれは気持ち切り替えて本気でやらなあかんなってなる人がそもそもなんか少ない気するんですけど、そこはなんでこのこれからしんどくなるのも分かっていけたんですか？それはもう独立っていう希望が明確にあったからなんですか？なんかやっぱりコストがかからないのがすごいいいなっていうのは大きいと思います、うん、コストがかからなくて始めてるであれば、うん、どれだけ時間をコストって考えるであれば、うん、あれですけど、どれだけその時間をかけられるかが勝負になるんだろうなとは思ったので、ちゃんと時間をかけようとは思いましたね。それはコストをかけずに自分の事業を持てるからになるんですか？いやそうですね、それだと思います、うん、授業やっぱ明確にその目標があったから、難しいな、めんどいな、あ大変やなと思っても歩き出せたっていうことになるんですかね？うん、そうだと思います。もし自分で塾とかやりたいなっていう気持ちがあんまりないまま、奥さんが家で楽しそうにインスタやってるから俺もやろうかな、やったらもしかしたら大変やからちょっとやめとこうかな、仕事の方が忙しいからっていう気持ちになってた可能性もあります、うん、あると思います、あると思います。やっぱ目標ですね、皆さん変えがたい目標みたいなのを持って、ちゃんと本とか動画を見て、ここに向けてこんなにそのコストがかからず0円で時間だけの投資でできるものがあるんだぞっていう明確なメリットを感じてやりだしたら、太郎先生みたいにこの40数投稿でフォロワーが 3.5 万人 DM が殺到するようなアカウントを作れるかもしれないので、もし今ちょっとなめっぷしてる方は気持ちを切り替えて本気で挑んでもらえたらと思います。では太郎先生、今日はお話聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この SNS 高校の YouTube から成果を上げられている方もたくさんいらっしゃるんですが、その方のほとんどがインフルエンサーとの対談動画を見てアカウントを伸ばした、こう話してるんですよ。そこで今回このインフルエンサーからの学びをより強化した全く新しいスクールを作りました。 SNS キャンパス、通称 S キャンという名前なんですが、特筆すべき点としては現役トッププレイヤーから SNS の運用ノウハウを学ぶことができます。 YouTube よりもより濃く細分化された内容を体系立って学ぶことが可能になっています。さらに全ての授業には図解入りの教科書がついていて、なんと全ての授業でこの100ページに及ぶ教科書がダウンロード可能になっています。現役トッププレイヤーのノウハウが学べて、しかも教科書までダウンロードできるスクールは S キャンだけです。さらに動画講義の後には宿題が出されます。その宿題をこなして添削してもらえるワークライブもついているので、ここまで来るともう唯一無二のスクールと言えます。講師は毎月2人追加されて、インスタだけじゃなく弁護士や税理士の方も登場するので、運用だけじゃなく SNS で生きていくための全ての知識を学ぶことができます。他には S キャン生だけが使える特別単価の ASP や仲間が見つかるチャット機能、交流が生まれる定期オフ会など内容盛りだくさんです。もちろんこの会社員による毎月のグループコンサルライブもあるので、動画で学んだ不明点、初期設計やリールなどつまずいた部分を僕と一緒に解消していくことができます。現在 S キャンを体験できるサンプル動画を配布しているので、概要欄から会社員の公式 LINE を友達追加して、 S キャン、カタカナで S キャンとキーワード送信してください。 SNS で生きていく全てが学べるオンラインスクール S キャン、ライブコンサルでオフ会で皆さんと会えることを楽しみにしています。まずはサンプル動画をチェックしてみてください。